その夏、私たちの住む町で、女性ばかり立て続けに狙われる事件が頻発しました。なかなか物騒ね。そうね。心配した父親が、夏休み中だけでも私たちを避難させようと考え、千葉県南端の山あいにある、親戚の別荘に姉妹で暮らすことになりました。結構広いね。ねえ、もっとボロっちいイメージだった。その2週間後。ふぅ、お風呂さっぱりする。お姉ちゃん、お風呂出たよ。さっぱりして気持ちいいよん。はーい。でも夏ってすごいね。お風呂入ったのにもう汗出てくる。千葉の夏って暑いねー。まあ、そうね。あ、ネズミーランド行く予定立てた。まだ。あ、お風呂の栓抜いといたよ。おう、ありがとう。どいたまー。じゃやりぶ呼んで寝ますか。ですなー。ところでさ、玄関の鍵って閉めた。ん、閉めたよ。用心のためにさ、見てきてよ。早く。めんどくさいー。ゴロゴロしたいー。はーやーく。もう、わかったよ。この借りは BL 本3冊ね。だっけなおい。邪魔、見てきまーす。ほら、ちゃんと閉まってるじゃないか。お姉ちゃんは心配しすぎなんだよ。お姉ちゃん。どうしたの？何？痛いよ。とにかく下の派出所まで走って。派出所って？警察？それ以上は何も聞けませんでした。私の手を握り走る姉の顔があまりにも怖くて。今回は姉妹二人が千葉県に泊まるお話。これは有名なお話ですね。ズバリ答えはこうです。あの時、お姉ちゃんは見たのです。あの時、鏡越しで、私たちのベッドの下を。ベッドの隙間から見えた、ナイフを持った男の手を。